こんにちは。ちょうど春でですね、暑さ寒さも彼岸までということで3月21日ですかね、春のお彼岸ですからもうちょっとと、まあ、3月になって雪が降ったりすることもありますので、まあ、注意もせんといかんのですが、春はもうすぐそこまで来ています。今日はですね、ちょっとまあいつものお話とは違って、アメリカが新しい政権、バイデン政権発足をしまして、そうですね、まあ、3ヶ月間もなくですね、違う2ヶ月ですが、いろんなことが起きているように思います。今日は米中結託による世界二分割構想の終焉というちょっと驚しいタイトルですが、それをある雑誌に書きましたので、まあ、それに沿ってですねお話をしてみたいと思います。バイデン政権ができてですね、対中国政策はどうなるんだろうということでございますが、もちろんいろいろ見方ありますが、ご案内の通り、そのトランプ政権は台湾政策を非常に強化しましたですね。台湾にまあ外交官が行っていいとか、その高級官僚行っていいかとか、閣僚級が出すとかですね、いろんなことをして中国共産党のまあ台湾政策をまあ牽制してきたことはまあご交渉の通りです。まあ、バイデン大統領はどういう方かといいますとですね、今まで一貫してその対中関与政策、まあエンゲージメント、まあ、アメリカ的な言い方をすれば、そのある種の関与をしてですね、まあ、つかず離れずしてまあいくと、こういう政策を支持していったように思います。オバマ政権のまあ副大統領時代からですね、習近平主席とはまあ非常に個人的な交流があるということで、まあ、それはご案内の通り、まあ、YouTube の画像とか見ればですね、非常にまあ親しそうな話をしているとか、そういうことがあるわけですし、また大統領選挙の時にあまり話題にできなかったので、なんて言いますか、選挙にも影響を与えたと言われているんですが、息子さんがハンター・バイデンという息子さんがを介在させてですね、中国との巨額のビジネス関係をまあ積み重ねてきたんじゃないかなと言われています。そういうことで、今回新しい政権ができましてですね、インド太平洋調整官というポストを新たに作りました。これにはご案内のカート・キャンベルという、まあ、東アジアの専門家と言われる方ですが、まあ、CSIS ですね、そこに所属する方を登用起用いたしました。ある意味で、まあ、東アジアのことをよくご存知ではありますが、まあ、親中派と目される方、まあ、そうじゃないという見方もありますけれども、を起用しましてですね、まあ、ある意味、まあ、中国とつまつかず離れずの関係をある種の関与をしながら、その自分たちの思うように、まあ、動かしていくという政策を取っているように見えます。しかしですね、前のオバマ政権の時のようにですね、まあ、中国べったりと、こういうことにはもうならないんじゃないかなと、私は思っております。もちろん、まあ、コロナのウイルスのまあ発信源でもありましたし、まあ、その他トランプの当選してから2016年ですね、まあ、4年間ですね、まあ、激しいその対中貿易をまあ是正すると、こういうことでございました。もうすでに言われていることですが、アメリカはですね、中国から自分たち の, その資本と技術を引き上げることでですね、元の経済大国、覇権大国に戻ったんじゃないかという説があるんですね。中国と手を、まあ、携えることで儲かったのはですね、まあ、一部の金融資本家であり、まあ、大規模な流通業者でありですね、ほとんどまあ仕事をアメリカでは失うばかりでですね、得をしたのはごく一部の人だけだったと、こういうことがありまして、むしろサプライチェーンをアメリカに戻すことでですね、アメリカが昔のようにまた強い国になっちゃったと、こういうことなんですね。
まあ、悲しいことですが、アメリカはマスク一つ作れない国になってたんですね。マスクはあれアメリカ人がつけてないというのは理由があるんですよ。やっぱり当時手に入らなかったからつけなかったんですね。日本もそうでしたね。去年の3月頃覚えてください、アベノマックスとマスクというね、安倍総理がわざわざ布で、作ったマスクをですね、まあ、ベトナム製とかいろいろあちらこちらかき集めてですね、配ったんですよ、ただで。おかしいと思いません？いや、ほとんど中国政府は逆にその対日輸出を禁止したんですね。日本が資本進出しているマスクを作る会社のマスクをですね、自分たちの、まあ、国民を優先して日本に輸出するなと、こういうことですね。まあ、屈辱的ですが、日本の政治家の中には、まあ、能天気な人も多いせいかですね、コロナウイルスが発生した時に日本から大量のマスクと防護服を送ったんですね。まあ、私は間抜けな政治家と呼んでおりますけれども、そういうことで逆に中国共産党は対日マスクを輸出禁止をしたと、こういうことですから、私だったら中国製のマスクをね買うことにはちょっと内心忸怩たるものがありますし、また実際中国政府はですね、日本にマスクを送ったから中て、日本の地方政府自治体なんかがねマスクをたくさん送ったから中て感謝の気持ちを公式に表明していることはありませんね。まあ、中国人の中にはね、心ある中国人は日本が親切にしてくれたということを知っている方はねたくさんおられると思いますけれども、政府でこの前ですね、中国の外交部の、ね、お偉いさんが日本に来た時も、ありがとうという言葉一つもなかったですね。まあ、私だけが聞いてないかもしれませんね。まあ、そういうことでですね、トランプ政権以前のアメリカでは米中が結託してですね、世界覇権を二分割しようという G2 という構想が唱われてきたように思います。その代表的な論者はですね、ピーターソン国際経済研究所というのがワシントンにございますけれども、その所長を務めておられたフレッド・バーグステンさんだと私は考えております。彼は2005年にですね、中国は日本を抜いて間もなく米国に次ぐ世界第二の経済大国になる、両国は2つの経済大国であり2つの貿易大国であると、今からもう15年前にですね、語っておりました。それはそうですね、アメリカの資本家技術が大量に日本をパスして中国に流れてですね、飛行機の会社ボーイングの会社なんかもあり、上海に移ったりですねしてましたね。先端テクノロジーがですね中国に移ってそこで全部やれば大丈夫だと、まあ、いずれその中国共産党もおとなしくなると、異節足りて礼節を知ると言い、異色足りて礼節を知ると言いますが、そうなるんじゃないかなと思っていた節がありますが、まあ、実際にはそうならなかったということでございます。そういうことでアメリカの政策決定者の一部のではですね、日本の代わりに中国を国際社会の主要プレイヤーとして位置づけるという発想がですね、これは1995年、まあ、同じ年の大阪の APEC アジア太平洋サミットの時前後からですね芽生え始めていたように思います。大阪の APEC 私個人もですね行きましたけれども、まあ、江沢民という当時の主席がですね威風堂々参加したんですね。アメリカの一部では中国を主要プレイヤーとして位置づけ、まあ、日本はまあナンバー2、3だと、こういう考え方が日本にも伝えられたことだと思います。環太平洋構想を唱えているなどですね、皆さんご存知の通りロックフェア、デイビル・ロックフェア氏は三極委員会との構想して、その日本側の代理人を沖田三郎先生、この方は旧天津省の OB でですね、まあ、戦後外務大臣もやられましたが、そうですね、フィリピンのマグサイ宰相も受けられましたかね。1993年の2月にお亡くなりになってますが、その最後の電話をかけた相手がですね、先ほど申し上げたバーグステンさんだということを聞いたことがあります。私はその時にですね、沖田先生がバーグステンから今後アジアの代表選手は日本じゃなくてチャイナだと、こう告げられてですね、強いショックを受けられて、
脳卒中を起こされてですね、ご逝去されたんじゃないかなと、推測想像しておるところでございます。これもね、確かめようと思いましたけど、取材を、拒否されたことがございますけれども、そういうことで1979年の米中国交正常化以来ですね、米中間の相互依存はどんどん高まって、中国のプレゼンスは急速に拡大していきましたしね、中国は面白い、アメリカは面白いことにですね、毛沢東の中国を支持したんですね、大東亜戦争、太平洋戦争の時はですね、それも忘れてはなりません。圧倒的な大きさを誇っていた日本の戦後の日本のプレゼンスはですね、急速に今縮小していったと、こういうことになります。米中接見を印象付けたのはですね、1997年に江沢民主席が、10月でしたか、アメリカを訪問した時に真珠湾へ立ち寄ってですね、戦艦アリゾナの記念館に献花を行って、ここで日本の中国侵略と真珠湾攻撃を批判しましたですね。毛沢東の時代にはですね、日本のお金で中華人民共和国ができたみたいなことを言ってたんですが、いつの間にかその違うストーリーになってたのでびっくりしたんですが、アメリカと中国との接見を印象付けることでございました。2007年にはダボス会議がスタートしましたけれども、開催地が天津と大連で交互に開催されることになりました。要すれば例のダボス会議、新自由主義の牙城ともいえるですね、ダボス会議は世界経済フォーラムが、スイスのダボスで開催している年次総会ですが、そのアジア版をですね、中国で開催するようになりましたですね。2007年1月の総会ではですね、世界の中心がアジア太平洋に移りつつあるということで、力の均衡の変化が掲げていた。アジア太平洋というのは当時 その彼らの関心からすると中国なんですね、日本からじゃない。でそういうことで夏季ダボス会議が中国で開催されるようになったのが、この頃でした。ちなみに今年の1月、このコロナ禍の世界がですね、コロナで、アップアップしている最中にダボス会議が開かれましたが、習近平中国主席はオンラインで講演してですね、多国間主義の擁護と実践というのが重要だと語っています。私はですね、ダボス会議が何を考えているかというのを読むということは、私はダボス会議に賛成ではない考え方の持ち主ですが、非常に重要だと思いますね。お金をどうしたら儲かるか、どういう危機の中で儲かるかということで、危機が発生すると必ずそこに金が落ちると、こういう風発想の人々ですから、コロナの中でどういうことで金が儲かるかとダボス会議が考えているかというのは重要だと思いますので、今ダボス会議が次々とですね、いろんなレポートを出しておりますので、それを読んで考える方も必要だろうと思います。もう少しいたしますが、中国の台頭がありまして、先ほど申しました日米欧の三極委員会も変化しましてね、もう名前もなくなっちゃったんですね。2009年の三極委員会東京会合には、中国社会科学院教授の、張さんという方が参加しましてね、日米欧という名前が取れましてね、ただ三極委員会と呼ばれるようになったんです。習近平主席が登場したのは2012年ですが、今から8年前ですが、鄧小平以来の低姿勢外交を転換してですね、外交構成を前面に出すと、こういうことでございました。2013年のオバマ大統領との首脳会談では、新型大国関係を提案しました。当時のスーザン・ライス大統領補佐官はですね、新型大型関係を受け入れる考えを示唆して、オバマ政権は G2、つまりアメリカと中国による世界制覇を二分割すると、こういうことでないかという見方も ございました。これでですね、前半を終わることにしたいと思います。ご清聴ありがとうございます。